きチャンネル。ちょこんにちは。さあということで今日で半分です。はい、今日は西武っす。はい、西武ももうちょっと今頑張んないと、いろいろね、手こ入れしながら、はい、っていうところで、でもピッチャーはね、はい、防御率でいうと1位平2位高橋コーナーで頑張ってんのよ。はい、だから今先発ローテーションでいうと、高橋コーナー、はい、隅田、松本、で与座、今井、ちょっと今井が今ね、抹消中だけども、そうですね、でエンス、はい、平、だからね、で宮川投手も投げてますね、先発で、リリーフだと増田、ね、佐藤、平井、佐々木、森脇、青山、坊高志、本田圭佑、ティノコっていうところだからね、はい、なかなかピッチャー陣もね、まあいい形になってはきてるけども、はい、まずピッチャーからね、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、この選手です、はい、田村一郎、今年29歳、はい、立教大から、うん、でも1軍でも5試合登板して防御率 1.80、はい、で2軍でも17試合登板して防御率 0.46、 え、めっちゃいいじゃないですか、うん、でも1軍では5月14日以来もう1ヶ月以上1軍にいないの。でも全部抑えてるのに。そうそう、だから、はい、でも西武は今低迷してるわけでしょ、はい、低いわけでしょ、うん、順位が最下位争いでしょ、はい、ってなった時に、何かを変えなきゃいけないから、いい選手を取ってこなきゃいけないじゃん、はい、で取ってこようと思ったらもう野手だね、もう明らかにね、まあそうですね、あの人がいなくなって、長打力も、そしたらこれ田村めっちゃいいの取れるかも分かんないよ、リリーフ今現状1軍のリリーフが増田、平井、森脇、青山、坊高橋、本田圭佑、ティノコ、大曲、入っていってね、ここに、はい、じゃあもう田村いいよって言われる、はい、使わないんだったら、出していけばいい選手取ってこれるよっていうね、はい、ところで俺は田村いいと思うんだよ、うんうん、ここまで結果出してるからね。そうですね、2軍でもいいし、そうで続いてね、はい、もう一人ピッチャー、はい、ハマヤ翔、あ、今年早生まれだから来年で25歳、はい、まだいい年齢ですよね、うん、まあでも左がね、うん、先発がもう今、まあ、エースがあんまり微妙だけどね、はい、あの隅田とか投げたら数いるからね、うん、もしもうチャンスなく使わないんだったらね、うん、今年はオープン戦1回投げただけだからね、うん、あとは2軍っていうところでね、はい、ワンチャンね、はい、左で、うん、いいんちゃうかっていう、左の先発ってところで、そうそうそう、あと外野がね、はい、渡辺雄太郎はちょっと渡辺雄太郎は出されへんよちょっと、はい、地元だし、うん、22歳今未来を担うエース候補だから、ファンの期待めちゃめちゃ高いですから、これは怒られちゃうよ、うん、渡辺って言ってたら何ぼなんでもね、はい、うん、でもピッチャーはまあ浜谷、そしてこの田村、はい、でいい選手俺は取れんちゃうかっていうね、うん、ところはあると思うんだよね、はい、で野手、はい、野手もさ、うん、ちょっといろいろ薄いんだけどね、うん、薄いんだけども、まあ渡辺が頑張ったりとか、はい、まあ出てきましたからね、うん、出てきたけど も、もう俺のドラフト候補筆頭としては、はい、こちらの選手、はい、川越誠司、今年30歳、はい、2軍でホームラン7発打ってるから、うん、パンチ力はもうえげつないの、パンチ力えげつない、けども、うん、8がね、昨年はサヨナラホームランも打ったけどもよ、はい、ね、もう外野固まってないけど人はいるんですもんね、そうそうそう、でしかも、使わないじゃん、うん、ね、今現状ね外野が鈴木翔平、うん、岸、うん、で長谷川ね、長谷川良くなってきたから ね、はい、ね、で栗山金子、うん、で顔がね今1軍にいるけども、はい、ね、これもし2号落とすようなことがあるんだったら、うん、はい、俺はトレードに出してもあげてもいいんちゃうかっていう、そうですね、でこう昼間とかもこれから来るわけでしょ、そうですよね、1位ですからね、そうで今2軍でも結構打ってるからね、うん、そうなってくると川越の優先順位がどんどん下がってくるっていうことを考えると、うん、まあ、ワンチャンパンチ力もあるし、そうですね、同じラインに若い人たちが結構いますからね、うん、しかも代打とかでも多分いい働きもできるかもしれないし、今代打一番手は栗山だからね、はい、そういったところでは、うん、まあ、川越ワンチャン、あ、確かに、面白いんちゃうかっていうところと、うん、はい、続いて、はい、ウネンティン、うわウネンティンか、ウネンティン今年で、はい、今30歳、はい、今年ウーネンティンこそこう大きいのが打てる選手っていう感じではありますね、2軍で3割7分4厘だよ、うん、でも今ね西武の野手でいうと、はい、サードはマキノンね、はい、でベンチには児玉、平沼、佐藤って言ってね、今1軍にいないんだよね、はい、って考えた時によ、
もう使わないんだったら、うん、ウネンティン他も複数ポジションできるからね、はい、そうですね、いいんちゃうかっていう、うん、なんか本当にもったいない感じありますね、うん、しかも2軍で3割7分だからね、はい、そんなに打ってんのっていうぐらい、うん、打ってるからもう使わないんだったらね、うん、しかも、ドラフトで入ってるから、はい、外国人枠じゃないからね、そうですね、でセカンド内野セカンドもファーストも守れるし、うん、いろんなところでの活躍の場所、はい、あると思うんで、うんうん、チャンスあるよね、ありますね、ウネンティ、うん、なんかもう使わないのもったいない感じしますね、うん、でも30歳だしね、はい、であとはね、うん、金子選手、うん、頑張ってるけどね、うん、頑張ってるけどなかなかね継続的にっていうところがないからね、しかも外野が固まってないですからね、うん、しかも働き働きとか言われちゃうから、うん、だからもうあの働きに行くのを探そう、うん、働きどころ金子頑張ってほしいけどトレードに出してあげてもういいかなと思うと、まあトレードに俺の中でやっぱりトレードに出してあげてもいいかなとは思わないね、やっぱりもうないですか、思わない、もうない、もうセーフで頑張ったほうがいい、はい、やっぱ一番はやっぱウネンディンと川越だね、これはもうチャンスあるわ、そうですね、うんうん、年齢的にも今脂乗ってます10年ですからね、そう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 、うん、でどこ取るかっていうと、そうやな、まあ本当源田と殿崎ぐらいだもんね、パチッと決まってんの、まあ言えばあの西武の強い打線での核になってた選手ですよね、うんうんうん、だからなかなか厳しいよね、うん、昨日も11点取ったけどもみたいなね、で渡辺君をファーストで使うんだったらもう、まあ、昨日サード行くしかないしね、うん、外野か取ってくるとしたら人はいますけどね、うん、どのチームも人いるからね、どのチームも確かに人いねえなって言ったらもうそのやばいから先生そうですね、うん、このポジション人足りないはないですか、あとペイトンがね怪我して離脱も言いたかったけど ね外国外野っていうところでね、まあでも結局野手だね、はい、でもウネンティンとかいいけどね、でもウネンティンとかも結局さ殿崎で渡辺使ってマクロン使ったら1軍に使うとこないやん、結局ポジションね、うん、あれだしで川越は今1軍っていうところで、うん、まあひょっとしたらねピッチャーが右だとあの岸に代わってね、うん、出る可能性は十分あるけども、はい、まあ、2軍に落とすんだったらワンチャンね誰かと入れ替えるのにはいい人選かなって俺はね、はい、いい選手だから思うけどね、どうですかウネンティン選手はいいチームありますか、あるである、うん、俺はあのチームがウネンティンにはめっちゃいいと思う、めっちゃある、うん、もうここっていうところがある、あるうん、すごいいいところ、知りたい、うん、今回特別に、はい、今回特別に6本目にして、はい、はい、13話目に発表します、知ってるよもう